どうもこんにちはー、のちです。ということですね、まあ、本日はですね、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編第1話で登場しますね、えー、上限の鬼のパワハラ会議のね、まあ、見どころシーン見ていきましょうということなんですけども、まあ、原作でいうところの98話と99話のパートとなっております。ということでね、まあ、早速見どころシーン見ていきましょう はい、ということですね。ま、まず見どころシーン一つ目なんですけども、こちらということですね。ま、なんとですね、上限の鬼で一番最初に登場する鬼はね、ま、こんな感じで、あの、魚っ子となっておりますよということで、ま、上限の5からね、ま、登場するんですけども、赤座に話しかけますよということでね。いや、魚っ子ね、ま、キャラクターデザイン結構楽しみだね。うーん、ま、こんなふにゃふにゃした感じなんでね。ま、結構不気味感というか、ま、原作でもね、なかなかちょっとね、変わった鬼というか、ま、そういった部分がアニメ化でね、どういったキャラクター デザインにねなるのかっていうところはね結構楽しみかなと思ってますねはい。でまあいやはやお元気そうで何よりとまあ、90年ぶりでございましょうかなということでま喋、あ、りますよということでまあ、声優さんなんかもね解禁されるんでその辺楽しみなんですけどもまあ、中尾流星さんがやっぱ一番濃厚かな原作読み返してみたんですけどもやっぱり玉子はね中尾流星さんが合ってるかなと思いますねまあ、おひょひょみたいなね笑い方もあったと思うんですけどまあ、あれが結構ドラゴンボールのフリーザー 感あるというかバイキンマン感あったんでね。ま声優さんはその辺かなと思ってるんですけど、まあそういったまいろねま初登場な回ということで、まぎょ子ね。楽しみとなっております。で、続いての見どころシーンなんですけどもこちらということですね。ま上弦の4ハンテングが続いて登場するんですけど、もま呼ばれたのは30年ぶりということでね。まこちらもね。結構赤座と会ってなかったみたいなんですけども。まあのこの2人のキャラクターですね。ま刀鍛冶の里園で主に登場するということで、まハンティングとまぎょっ。 に関しては結構楽しみなんですけどもまハンティングはねま特に声優さんがね結構楽しみかなと思っててまあどんな声で喋るのかっていうところ結構楽しみかなでまあキャラクターデザインに関してはねまあおじさんなんでま別にどうでもいいかなって感じですよねうんまあハンティングのねキャラクターデザインはもう見たまんまというか原作のそのままだと思いますよまあ想像がつくねキャラクターデザインなんでまあその辺は別に何でもいいんですけどまあハンティングの声優さんね一つ楽しみなポイントかなと思ってます で、まあ、続いてなんですけども、こちらということですね。まあ、なんとですね、泣き目がですね、まあ、初喋りますよということで、まあ、今までちょくちょく登場はしていたんですけども、喋ってはいませんでしたよね、ということで、なんとですね、赤座が喋りかけたことによって、まあ、初喋るシーンがあるよ、ということで、まだお見えではありません、というね、まあ、リフがありますよ、ということでね。いやー、泣き目喋るんか。うーん、でもまあ、泣き目がね、喋るのがね、そもそもパワハラ会議ぐらいなんでね、まあ、声優さんが解禁されたとしてもね、まあ、後々そんな喋るパワハラ会議、 パートっていうのはあんまないんですけど、まあでもですね、一応声優予想やってるんで、まあその辺は楽しみかな。まあ林原めぐみさんとか、まあ来てくれたら嬉しいかなと思ってるんですけど、ただですね、まあ林原めぐみさんが泣き目やっちゃうと豪華すぎるよねっていうことで、まあセリフが少ないんで、まあ正直声優さんに関しては誰でもいいかなと思ってますね。はい。まあそんな感じで泣き目はね、まあ喋りますね。はい。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えなんとですね、上限の2のドーマがですね、まあ赤座に。 絡みつきますよというかまあだるがらみしてきますよというねまあそういったシーンなんですけどもこの赤座の顔を見てください <laughs> 赤座の顔を見てください <laughs> めちゃめちゃ嫌そうだよね、うん、いやこんなに嫌そうな顔見たことないよということでいや赤座がなんで嫌がってるのかっていうところねまあ含めて結構楽しみかなうんまあドーマがねだるがらみしてくるんですけどねまあそういったですねまあ上限の鬼の性格みたいなところがねまあ見れるパートとなっておりましてまあそういった部分結構興味 深いんでねうんまあ初ちょっとねドーマの性格というか赤座の性格もわかるよということなんですけどもまあ、上弦の鬼ってどんな性格なのっていうところがねまあ、初わかるシーンとなっておりますねうん。まあ楽しみですで続いてなんですけどもこちらということですねまあなんとですね黒死亡がですね初登場しますよということでこれ楽しみですねうん。まあ声優さんもね解禁されるんですけどもいやそれ以上にですねこの後ろ姿ですよいやめちゃめちゃかっこいいね、うん、黒死亡の後ろ姿ってめちゃめちゃかっこいいね、うん うんこのキャラクターデザインっていうところやっぱ楽しみだな。うん。で、やっぱより一感あるんだよね。まあ、国志望原作読んでるとね、やっぱより一感あるよということで、なんか声優さんね、予想してみたんですけども、ま、あなんかより一に近いんで、まあ、井上和彦さんみたいなね、声優が起用されるんじゃないかなと僕は思ってますね。はい。いやー、まあ、あとにかく、まあ、国志望に関しては、まあ、全体的に楽しみかな。まキャラクターデザインも楽しみだし、声優さんも楽しみだし、いや、もう全部楽しみですね。うん。まあそういった ね、まあ初登場のシーンとなっておりますで、続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでねまあ、上限のパワハラ会議に招集したですね、まあ、ムザンが登場しますよということでいやムザンだけね逆なんですよねこれね <laughs> あの上下逆なんですよねいやこういったですねちょっと新しいギミックというかまあ、無限城ってなんかどっちが正面でどっちが裏かみたいなそういったのがわからないじゃないですかなんでまあそういったですねちょっと特殊な演出というかまあちょっとアニメーションでここ面白そうだなと思っ たシーンなんで、まあ、他の鬼とはね、重力が違いますよということで、なんかそういったね、ギミックというか、まあ、無限上の新しい姿みたいなところがね、まあ結構面白そうかなと思ってね。うん、まあここ楽しみですね。どういった感じでアニメ化されるのかっていうところね、まあ結構大変そうだもんね。うん。なんでまあそういったところを含めて、まあここはアニメーションでのね、まあ楽しみとなっております。で で、最後の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、国死望がね、さっき顔隠してたんですけども、なんと正面向きますよということで、まあ赤座に対してちょっと注意をするね、描写があるんですけども、いや、これさ怖くね <laughs> アニメ勢めちゃめちゃ怖いんじゃないかなと思ってるんですけど、いやー、これちょっとね、かっこいいね <laughs>。怖いとか言ったり、かっこいいとか言ったり、どうなのって感じなんですけど。いや、でもね、原作勢はね、これめちゃめちゃいいというか興奮すると思うんですよね。ただ、アニメ勢に関してはめちゃめちゃ めちゃめちゃ怖がる描写かなと思うんですけど、ま僕はすごくうん。まかっこよくて楽しみかなと思ってます。しま、セリフとか立ち振る舞いとかで黒死牟は一つかっこいいので、ま顔は怖いんですけど、まあその他の点においてね。めちゃめちゃかっこいいかなと思ってますね。で、まあ楽しみなのはま作画ですね。ま、アニメーションで描かれたときにここどんな感じで描かれるの？っていう感じ。でま、キャラクターデザインま黒死牟のキャラクターデザインっていうところがねま楽しみかな。正面からの顔っていうところね。結構。 楽しみですねうんいやかっこいいね国志望ねうん、まあちょっと人によってはキモいとね <laughs> 思うかもしれませんがまあ、僕はですね結構好きな部類ですねまあそんな感じの見どころシーンとなっておりますはいということですね、まあ、皆さんいかがだったでしょうかまあ、上限の鬼のパワハラ会議はこんな感じなんですけどもまあ、次回ですねまぁ、あ、刀カジの里園の第1話のね、まあ、見どころシーン全体的にね、まあ、見ていきたいなと思っております てことでね、まあ皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。ってことで、皆さんコメントもよろしく。また次回の動画でお会いしましょう。うっばーい。制作制作ありがとうありがとう,あ,がとうあなたたちあなたたちだからだからできたできた鬼滅を鬼滅を 応援します。